皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の16日目です。今回から算数の復習がなくなりました。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の数の絶対値を書きましょう。絶対値というのはその数の原点、0からの距離でした。でも、もっと簡単に表すことができましたね。それは、符号、プラスとかマイナスを取った数字だけ。これが絶対値でした。ですから、1、-1.5、この絶対値は、このマイナスの符号を取った1.5、こうなりますね。2、+5.2、この絶対値はプラスの符号を取った5.2、これが絶対値ということになります。括弧2番、次の数を負の数を用いずに表しましょうと、こういう問題ですね。1、気温がマイナス1°C 上がった。このマイナス1°C、負の数ですから、これを正の数に直します。つまり気温がプラス1°C、 そして後ろの言葉上がった、この反対の言葉に直して続けます。つまり下がったと、気温がプラス1°C 下がった、これが答えですね。2、-2ヶ月後、このマイナス2をプラス2に変えて、後ろを反対のプラス2ヶ月前と、こういうふうにすればいいんでしたね。括弧3、次の計算をしましょう。今回初めて出てきます。正の数、負の数の足し算です。1、+5++3、ね、同じ符号同士、プラス同士の足し算の時には、共通している符号を答えの前につけて、つまりプラスですね。数字を足し算します。5+3=8ですから、答えはプラス8、こうなります。2、+9++3、共通の符号はプラスですから、プラスと書いて数字の9+3をします。12ですから、答えはプラス12、こうです。3、+3++4、共通の符号はプラスですから、プラス、そして数字は足し算、3+4で7ですから、プラス7。4番です。+4++13、共通の符号はプラスですから、プラスと書いて数字の足し算、4+13、そうすると17ですね。+17、これが答えになります。4番、次の計算をしましょう。今度はマイナスの数同士の足し算です。この時も共通の符号、ここではマイナスですね、マイナスの符号を前につけて数字を足し算します。2+7=9、答えはマイナス9ということになります。2、-18+-5、これもマイナスマイナスで、負の数同士の足し算ですね。この時も共通の符号を前につけてマイナスつけます。そして数字18+5をやった、23、答えはマイナス23、こうなります。つまり、正の数同士、ね、の足し算は共通しているプラスを前に変えて数字を足し算したのが答え、負の数同士の足し算は共通した、符号マイナス、それを前につけて数字を足し算したもの、それが答えになるわけです。括弧5、次の数を小さい順に並べましょう。ここに数直線があります。原点0から右側が正の数、
左側が負の数になっています。数字は右側に行けば行くほど大きくなって、左側に行けば行くほど小さくなりました。ではここにあるマイナス2、プラス4、マイナス4、プラス 0.1 をこの数直線の上に書いていきますね。まずマイナス2です。マイナス2はここですね。これマイナス2ですね。で次はプラス4、プラス4は1234で、ここがプラス4ですね。次はマイナス4、マイナス4はマイナス2からマイナス3、マイナス4ですから、ここマイナス4ですね。そしてプラス 0.1、 0.1 というのは、この0とプラス1の間にあるから、この辺りでしょうかね。ここがプラス 0.1、 こうなりますね。数字は左側にあるものの方が小さいので、小さい順に書く場合、左側にあるものから順番に書いていけばいいんですね。ここではマイナス4が一番左側にあるので一番小さいので、まずマイナス4を書きます。次はマイナス2ですね。そしてプラス 0.1、 そして最後にプラス4と、こうなります。マイナス4、マイナス2、プラスをつけ忘れました。プラス 0.1、 プラス4と、これが小さい順に並べたこちらの数字ということになります。今回16日目、ね、今回から中学校で勉強する数学だけ、算数の復習がなくなった動画でした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。